はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ダイナソアですね、やっていきましょう。あれでしたね、安定剤を買いに行くことができずに、ちょっとしまったなという感じなのと、まあリフレックスがあるんでね、足は大丈夫なのかなというのと、あとどうもこの1階と3階をまたちらちら往復しないといけないみたいなんですが、糸巻き使えないんですよね。もう前ね、糸巻きを使う忘れててね、うろちょろしたのが身に染みたので、今回糸巻きが使えるかなとヒントを教えていただいてね、思ったんですが、今回もね、糸巻きは表に出ることはなさそうです。というわけで続けていきましょう。アッシュは殴りに戻したんだよね。で、またなんとかね、4人になりましたよと。で、今私はね、ダリウスさんをね、ダリウスさんをやっつけたんですよね。リズミックじゃなくてララバイ、ここはね。で、相変わらず、火のもの来たりにしておこうかな。跳ね返すんですよね、アッシュは。いいですね、今ね。あ、クリティカル出ましたね。さあ、で、力場ソードを使っちゃおうかな。もうね、スキルもそうだけどね、もう解いていく方向でいっちゃっていいんじゃないのかなと思っちゃったりしてんですよね。で、もう一回ララバ入れましょうか。教えていただいたんですがね、1回目のダリウスさん、まあ、まるで竜王のね、ドラクエの竜王のセリフだねっていうことがあったと思うんですけど、あれをね、やっぱり仲間になんねえかみたいなことをね、はいって言っちゃうとゲームオーバーになるみたいですね。あ、ゲームオーバー、ゲームオーバーになってまた1回からやり直しっていう話をいただきましたね。なのでちょっと怖いですね。まあまあ、ウィザードみたいにね、オートセーブされちゃうとね、すごくあれなんですけども、心折れまくるんですけど、まあ、今回オートセーブまではないんで、まだねマシなのかもしれないですね。さあ、私はダリウスの今と3階ですよね。あ、そっか、1階に行かないといけないんだね、やっぱりね。ちょっとね、ここは今ダリウスの塔の3階ですよね。ここで技術を使ってエリスさんで空間感知を使いましょう。あ、一番上にいるんだね。あ、そっか、はいはい。あ、まだちょっと行かないといけないところがあるのかな。行かないといけないところがありそうですね。わかりました。あ、違うよ。で、技術で、エリスさんが、守護法人ね、使いましょう。まあ、ヒースさんもね、サイレンスがあったんで、いいのはいいんですけどね。まあ、この2人、まあ、こういうことがあったので、サイレンスを持ってたりするでしょうね、ヒースさんがね。さあ、もうなかなかね、あ、そうだ、イーソリジンにね、グレンの固定、あ、武器なんか出てきたんでね、これ、やっぱり同じ会社、まずファルコムさん一緒というのと、ひょっとしたらシナリオライターの方が一緒なのかもしれないですね。まあ、こっちの方が93年ぐらいでしたっけ、イーソリジンが2008年ぐらいでしたか。だいぶ空いてるんですけど、なんか使ってる感じとかがね、感じの雰囲気とか似てるような気がね、せんでもないんですよね。ちょっとそんなこと思っちゃったりしてみました。全然違ったらどうしようと思って。違ったらどうしよう。で、サラマンダー呼んで、あなたはもうヒムンだね。で、アッシュは硬いの。で、この人は柔らかいの。で、さあ、恩恵でも使っておきましょうか。ヒースさんだね。はい？封じられてんだ。
封じられてる場合はどうなんだ。あ、封じられても歌は違うのか。便利だね。はい、封じられましたけど、これ封じられた場合戻るのかな。安定剤を使うのかな。よくわかんないんだよね、その辺がね。さあ、じゃあね、もう一回技術で、もうね、守護法をなるべく使っていきましょう。よいしょ。で、ここを入っていくと、こっちは違う。どっちも硬いな、これ。やらしいな。で、火のもの呼びましょうか。んやばいね、ヒースさん。寝かしましょう。あとで火もんかな。で、よっこいしょ。で、あとは回復に、回復に、ヒースさんね。で、ヒースさんも、回復を自分にしましょう。あ、いや、ワッツさんだね。で、殴っておきましょう。で、恩恵をヒースさんにね。もう、恩恵ガンガン上げましょうか。いや、この人はララバイでいいか。で、よいしょ。あと、硬いかね。あ、火の魔法はガーゴリにはいいよね。で、何使う？何使おうかな。消炎、あ、いや、消炎劣化じゃないね。使うとしたらもう力場騒動だけど、いや、氷抜けるのがいいね。で、あなたはまた恩恵？恩恵をワッツさんに。で、ワッツさん殴って、はい、おしまいと。まあ、今ね、2月の11日、2018年の西暦帳というのはね、何年後かにまだこれ見たときね、分かる方がいいのかなとなんか思ってみたいで、別に分かったとこでと思われるかもしれないですけど、コンバットですね。あとね、リビングスタチューがリフレックスを落とす可能性があるんでしたかね。あ、違ったかな。なんかね、ヒントを聞いたときに、コメントね、教えていただいたときに、ああ、だからスタチューさん、まだ、あんなに序盤の敵なのにこんなとこにいるんだって。何？ヒースさん倒れちゃったけど。とりあえず寝かすのが先だね。寝かしましょう。で、ヒースさん、あ、ヒースさんがお城下がったね。で、次は、火を呼ぼうか。で、使いましょう。いや、使うのはワッツさんにしよっか。道具使いましょう。蘇生剤でいいかな。大丈夫でしょう。あー、結構ダメージね。うお、ワッツさんもえらいことなってんね。恩恵でヒースさんで、恩恵で恩恵でワッツさんだね。まだ倒れない。で、あなたは何もできないから。で、ララバイ使おうか。TP が足りま、あ、死んだら1になるのか。そうか、道具って何か使えたかな。はあ、回復。あ、イグジットはいいですね、別にね。解毒だ。あ、ラムないや。ラムないから防御しましょうか。エリスに40-40リビングスタチューがちょっとどえらいことになってんね。おお、エリスに41のダメージ。はあ、道具使いましょう。あー、エリスさん TP 残ってる？残らないんじゃない？復活だ。エリスさん使いましょうか。あ、お、 TP 戻ったわ。で、技術で恩恵を筆算。いや、もうなんかダメな気がするね。食らい方がすごい。エリスさんに集中攻撃だ。あなた何もできないんだねTP ないから
あー使えないんだこれ。とりあえずスタチューやっときましょう。うおー、リリスさん集中攻撃だ。これはね、蘇生でエリスさん1かな、ヒットポイント。おお、蘇生しちゃうと TP もダメなんだ。これは使えないな。あー一気に TP なくなったね。あ、防御しましょう。あーなんとかなりそう。防御しましょう。うわひでえなこれ。いやもう戦っちゃおう。なんであなた防御してもダメだよね。いやーこれはなんていう仕様だろうこれ。また暴言吐いちゃうよ。ワッツァレベルが上がりました。いやひどい。これがゲームとして成り立ったのか。暴言を許してくださいね。ちょっと黙ってらんなかった。すごいねこれ。復活剤、いや蘇生剤ダメだね。復活剤にみんな切り替えないといけないね。ここでじゃあね、とりあえずね、もう、あ、まず入れ替えないといけないね。隊列変更。アッシュ、ワッツ、ヒース。エリスさん、神だね。ペラペラだわ。で、技術で、アッシュが、なんで装備？あ、装備だね。技術だと思ったんだけど。アッシュさんの恩恵。あ、自分にかけちゃった。エリスさんね、エリスさん、エリスさん、ヒースさん、ヒースさん、あとワッツさんだね。で、こんぐらいにして皆さん休憩しちゃう？うわぁ、2しか、1しか上がってないね、TP ね、の後ろの2人はね。ちょっとお待ちくださいね。あー、びっくりしちゃった、もう。いやー、本当にこのダイナソーはびっくりさせられることが多いわ。いやはやいやはや、よいしょ、うわ3でしょ、これ今出てきたらやばいもんね。あー中に入った方がいいんだね。あ、袋小路に入った方がいいんだわ。おい6で唱えれない、エリスさん守護法人。あ、唱えれた、よかった。はい、もう一回守護法人ね。次はヒースさんのサイレンスで。あ、4しか減らないんだね。4しか減らないの？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。エリスさんの守護法人は5減るんだね。あ、ヒースさんの方が燃費いいんだ。さあ、よいしょ。ここだね。机の上に革表紙の分厚い本が置かれていた。表紙はボロボロになって題名すら読むことはできない。とても気味の悪い本です。このままにしておきましょう。これが読むべきものではないような気がします。え、そうなの？意味がないものを置かないと思うんですけど。いやー、ほんとガーゴイル、えげつないね。まあ、ガーゴイルどころか。この、アンデッドもえげつないんだけどね、クルール。あー。これはもう、召喚は必須だね。あ、ワットさん寝ちゃったのかな。で、ここは、あー、ララバイか。ララバイ使っちゃおうか、後ろの二人ね。寝かす。おー、変わっちゃってる。あ、麻痺してるわ。でもね、麻痺治るんですよね。これね。治ったんですよね、前ね。なら、もうここはヒムンで。じゃあ力場ソードいっちゃいましょうか。痛い。痛い。普通に痛いね。だとすればもう唱えれないので、恩恵だね、恩恵でも入れておきましょう。エリスさんね。でリズミック、あ、トラジェディ、これいきましょうか。かわすんだね。倒れちゃったよ、サラマンダーさん。あつだ、この敵めちゃくちゃ体力高いんだ。じゃあね、
必殺に回復ね。もう魔法はダメだから、ダメだからどうしよう。あとは寝かすとかその辺かな。じゃあね、力馬装とダメだね。魔法返しも微妙だね。そうなると夢紡いじゃおっか。寝ちゃう？眠らせるのはいけんだ。ワッツさん麻痺ね。戦っちゃいましょう、もうね。で、あなたも戦っちゃいましょう。あ、麻痺なかなか治んないね。おお、すごい、2で倒したよ。よいしょ。で、ヒース、エリーさんだね。エリーさんの守護法人。まあ、エリーさんのが5を使っちゃうんですけど、分母がね、マジックパワーのパイがでかいので、回復する量は結局、エリーさんの方がでかいんですよね。で、この後ですね、あんまり出てきちゃったね。いやー、まだまだ、まだまだ強いね。アッシュはそれ打ち消したか。火を使っちゃう。あ、水使ったらどうだろう。あっちでもいいか。いやー、ここまで来ると敵の攻撃が痛い痛い。もうヒムにしましょうね。よいしょっと。で、よいしょっと。で、魔法唱えるとやばそうなんだよね。だもんで、迷いの筋肉が使っちゃった。間違えちゃった。あ、役者には効かないんだね。これ、役者って書いて、夜者って読むんじゃないの？違う？あの、ゲームで役者って書いて、夜者っていうゲームありましたよね。今、それを思って言ってんですけど、88のゲームでありましたよね、夜者ってね。初めて役者っていうものかなと思ったんですけどね。夜者でしたよね。確かね、K が入ってるんですけど、読まないんですよね。技術を使う。ヒムンじゃなくてトラジディ？あ、後ろの二人に当たったね。いや、なかなか。あ、そうだ。前を倒しちゃうと、これ効かないんだよね、後ろの二人には。地の人ね。で、じゃあね、夢紡いじゃいましょう。眠りましたね。じゃあトラジディ、もうガンガン使っちゃいましょう。で、もうずっと寝かしてやろうか。で、トラジディ、あ、かわしたね。歌は当たん、歌は跳ね返ってこないんだね。そうみたいに。となると、ここからはヒースさんが結構表に出てくるのかな。よいしょっと。あ、ちょっといい時間になりました。いや、もうちょっと引っ張りましょうか。もうちょっと引っ張りましょう。技術でエリスさんが守護法人。よいしょ。よいしょ。で、このまままっすぐ行っていけば、もう一個何かあるんですか。もう私行ってるかもしれないけどね、全パートでね。ちょっと全パートから日にちが経ってんで、私覚えてなせんのでね。どうしよう。片横から行くか。で、戦って、で、技術で、あ、ここまで来たら力馬創造でいいかな。いや、でもヒムムと来たらよね。もう、使っちゃいましょう。で、ヒムね。さて、で、力馬創造使っちゃいましょう。で、柔らかい方でやっつけてね。ああ、でも力馬装備使うんだったらあれかな？ちょっともったいないね。あ、アシタンレベルアップしましたね。よいしょ。あ、ヒーサーにしちゃった。はい、いた。1、2、はい、いった。で、こっちをね、回っていって。来てなかった。部屋の中には宝箱置かれていた。宝箱には鍵がかけられている。で、誰が開けますか。そんなのはワッツさんしかいないでしょ。宝箱は開いた。宝箱の中には古びたカンテラが入っていた。おい、
なんだよこいつは。あ、まあこれだけ頑丈な宝箱に入っているからただの鑑定だとも思えないけどなと。あ、そうなんですね。じゃあ行きましょうか。あ、待てよ、1階に行くんだったらいっぺん町に帰りましょうか。それもいいかもしれないですね。さあどっちからやっつけるべきかなと。やっぱり麻痺唱えられるんで、でも寝かした方がいいね。寝かしましょう。で、エリスさんで、やっぱ火の物来たあれかな。で、どんどんやっつけていきましょう。ないよ。いきなりヒースさん麻痺しちゃったけど。じゃあね、力場ソード行っちゃいましょう。で、ほいっと。で、ほいっと。じゃあ寝かしましょうか。夢つむりね。よいしょ。よっこいしょっと。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょう。ダイナソー、待っておきます。どうもありがとうございました。